それでは第4試合を始めます。対戦カードは孫悟空選手対ギラン選手。では両選手登場してください。俺様のぐるぐるガムにかかったな。なんだ、動けねえ。とっておきのパンチで場外に落とし、いない、どこへ消えた。勝負あり。孫選手の勝ちです。では、バッチリだ。残る試合はあと2つ。いよいよ第6試合準決勝戦が始まります。この試合の勝者が決勝戦でジャッキー・チェン選手と戦うのです。来ました。おや、孫選手やけに嬉しそうですね。ご来場の皆様、いよいよ決定的な瞬間がやってまいりました。天下一武道会の決勝戦であります。西に傾き始めてまいりました。お前の負けじゃ。手加減は先祖万徳、びっくりしゃ。やばい、ゆずきか。満月だ。わしの万国びっくりショーが弾き飛ばされた。よし、やむを得ん。カメハメハマックスパワー。悟空は、まさか、そんな。慌てるでない。よく見てみろ。優勝したもんね。